誕生日おめでとう。パーティー気に入ってくれるはずよ。ガレージに行きましょう。サプライズがあるの。きっと気に入ってくれると思うわ。これが誕生日プレゼントよ。おめでとう。ちょっと色を悩んだんだけど、でもやっぱりこれがいいと思ったの。どうかしら、気に入ってくれた？どうぞドアを開けてみて、中を見てみて。もうあなたのものよ。中を覗いてごらんなさいよ。遠慮しないで、エンジンをかけて出発するわよ。はいつでも変更できます。運転中にはラジオや窓の調節、そしてその他の補助機能などのサブメニューを選択することができます。Good thing you...もう起きなさい。何してるのよ。ずっと待ってるのよ。
ここにいるより大事なことがあるのよ。ちょっと待って。もしもしパパ。うん、まだホテルにいるの。そう、遅れるわ。ボーイが私の車を持ってくるのに時間がかかったのよ。なんだと？なぜそんなことが。ああ、自分のことをプロのレーサーだと思ってるやつだな。客の車を乗りますのは今日が最後、やつはクビだ。しっかり聞こえたわよ。ねえ、いいアイデアがあるの。あなたレーサーに憧れてるんでしょ。だったら私をサンアントニクラブに連れてって。時間通りに連れて行ってくれたら、歴史上最大のレースでスポットを浴びせてあげるわ。ソーラークラウンよ。いい話だと思うけど、これで取引しない？車に乗って。さあ、お手並み拝見よ。クラブに連れて行って。ソーラークラウンが待ってるわ。走ってクラブへ連れて行って。簡単よ。 GPS に映ってる赤い地点がそれよ。 GPS の使い方は知ってるわね。このソーラークラウンレースのために世界最高のレーサー8人を用意したわ。ただ一人が愚かな事故のために辞退してしまったの。そこであなたの出番ってわけ。あなたが代わりに走るの。もしあなたにその力があればね。さあ見せてちょうだい。ホテルは右側よ。何もたもたしてるの。アクセル踏んで。私の車、大事に扱ってくれると嬉しいんだけど。さあ、スピードを上げて集中するのよ。最終予測は出た？うん。OK。なるほど、いい感じね。この新しいショーはこれまでの視聴率を更新しそうだわ。後でかけ直すわ。ほら、急いで。準備 OK よ。みんな位置についてる？レディ3、2、1。アクション。ソーラークラウンのファーストシーズンへようこそ。世界最高のドライバーたちが皆さんの目の前で競い合います。クラシックカー、SUV、オンロードカーを世界で最も大胆不敵なドライバーたちが操るのです。カメラは彼らを追いかけます。その中には私の勇姿も。私が全員ノックアウトしますからね。残念ながらジョン・イバンズは不参加です。しかし新しい挑戦者がこちらに。やあ皆さん。最高のドライバーの栄冠を勝ち取るのは誰でしょう。ソーラークラウンにご注目ください。はい、カット。素晴らしい。いいテイクだ。みんなありがとう。さあ視聴率が出るように祈りましょう。まずはライセンスを手に入れないとね。彼はトットビショップ、クラシックレーシングスクールを経営しているの。手を貸してくれるわ。私はやることがあるの。
ソーラークラウンの新しいスタードライバーでもなければ、まず必要なのは車だ。金はあんまり持ってなさそうだな。俺の友人を訪ねよう。手頃でいい車を扱ってるんだ。ついてきな。よう、ジュード。調子はどうだい？まあまあさ。今日はどうした？値段が手頃でいい車を探してるやつがいるんだ。そりゃあちょうどいい。周りを見てみな。新しいモデルも入ったんだ。ところで、すげえ装置があるんだ。フリム、フリーライドインスタントマネーさ。ニアミス、ジャンプ、ドリフトを成功させるたびに記録してくれるんだ。できるだけぶつからないように連続して成功させるんだ。どんな衝撃でも貯めた金を全て失うことになる。貯め続けていつ金を預けるかはお前次第だ。さあ、取り付けてやるよ。よし、こいつがどんなもんか試してみよう。よし、フリムがどんなもんか試してみよう。車とニアミス、ジャンプ、ドリフトさせてみるんだ。ゲージが上がるはずだ。ゲージがいっぱいになったら、さらに金を稼ぐか、表示されてる金額を預けるんだ。飲み込みが早いな。預けろ預けろ。いいぞ、続けるんだ。上昇している。素晴らしい。よし、フリムで少しは稼げるようだな。お前には必要だ。当分の寝床は心配するな。とりあえずしのげる場所がある。スイートとはいかないが、五つ星ホテルに泊まる余裕もないだろう。早速行ってみな。 GPS に従うんだ。アイコンはチャレンジやスポットのエントリーポイントを示してくれます。これがお前の家で本拠地になる。服装にかける金がいくらかあるんなら、服は更衣室で着替えるといい。別の車に乗りたいときはガレージで車を変えることもできる。そろそろ戻るとするか。落ち着いたらレーシングスクールに顔を出すといい。 GPS に従うだけだ。TDU メディアでは天気予報の確認やニュースにアクセスしてダウンロード可能なテストドライブの最新コンテンツをチェックできます。
ここでは全ての情報を確認できます。 MightyDU ライフプロフィールの編集や MightyDU ハウスで家具の入れ替えもできます。またアルバムの確認もできます。MightyDU ライフプロフィールは2つのパートに分かれています。左側は進行状況が確認できます。右側は編集可能な項目が確認できます。自分の気分や表示される情報をアレンジできます。これらの情報はテストドライブのウェブサイトでも変更できます。 ID のアバターの写真を変更できます。内装をリフォームするのはとても簡単です。室内を歩き回って変更したいものを選択するだけです。床、壁、家具などの入れ替えや自分の写真を壁に飾ることもできます。こちらのドアからガレージに行けます。ガレージではディーラーにいる時と同じように車に触れ楽しむことができます。各ガレージにあるディスプレイボードを使えばメニュー画面に移動できます。目的地まであと 1.5km です。プレイ画面がプレイヤー視点の場合、車内でカメラを回転させることができます。島の中で迷わないようにマップをしっかり使いましょう。1km です。プレイヤーリストの閲覧や写真撮影、チャレンジの作成やオプションの変更などはポーズメニューから選択できます。あと 500m です。次の交差点を左に曲がります。左です。目的地に到着しました。チャンピオンシップに参加する際に必要となるライセンスはレーシングスクールで取得可能です。おい、家で準備はできてるのかお前。ねえ見てよトッド、ソーラークラウンに新しい対戦相手が現れたようだわ。紹介してくれる？ああ、マイアミハリスを紹介する。この試合の対戦相手の一人となる。ファッションよりレースのセンスがあることを祈ってるわ。そのスタイル何とかした方がいいんじゃない？アドバイスしてあげるわ。もちろんあなたを試合で任してからの話だけどね。じゃあ。偉そうな口ぶりだな。マイアミには気をつけるんだ。
ハンドルを握ると彼女はすごいぞ。勝つためなら何でもやる。だがその前にあのライセンスを取るんだな。このシンプルな練習でお前がどれほどか見てやろう。カーブをうまく曲がってゾーン内で車が止まるようにブレーキをコントロールするんだ。よくやった。このテストも上出来だったな。ブレーキとコントロール。加速をマスターしたいならカーブテストだな。めでたいな。このコツをつかんだようだな。レースの間はさまざまなカーブやスロープに出会うだろう。このテストはそこで何が起こるか体験するテストだ。めでたいな。このコツをつかんだようだな。車によって運転を変える必要があるが、天気にもよる。濡れたトラックではブレーキを調節するのを忘れるなよ。180度ターンをしたり、または鋭く U ターンをする際にはハンドブレーキを使用します。めでたいな。このコツをつかんだようだな。路上はお前一人だけのものじゃない。他の車を見て自分のポジションとアングルを調整するんだ。この練習では他の車全てを避けるんだ。
めでたいな。このコツを掴んだようだな。2周のレースでどれだけやれるか見せてみな。よくやった。このテストも上出来だったな。よくやった。このライセンスで新しいイベントにアクセスできるぞ。新しいチャンピオンシップに行ける。GPS に従っていくだけだ。幸運を祈る。トッド、アドバイスに感謝する。まであと500メートルです。このアイコンからチャンピオンシップへアクセスができます。さっさとするぞマイアミ、化粧は終わり、準備はいいかい。アクション。ハロー、ソラクラウン。第1回クラシックカーチャンピオンシップの会場イビサへようこそ。念のためお伝えしておきますが、試合では私が一番になるのは決まってますので、2番目が誰かということに興味がなければ特に面白いことはありません。負け犬である彼らのファッションにもご注目を。もう終わってるわ。誰か新しいレーサーを用意してちょうだい。嘲笑いたい気分だわ。大人気のドライバーたちが集うソーラークラウンから再び中継です。マイアミにワイルダーブラザーズ、スチュアート、全ドライバーが揃いました。さあ始まります。
ソーラークラウンの新しいレースの始まりです。皆さんの健闘を祈ります。フィニッシュラインでお会いしましょう。スタートラインに参加ドライバーたちが並んでいます。熾烈なレースが予想されます。
今日は私にかなうドライバーがいるでしょうか。私は絶好調ですからね。スタートラインでエンジンがヒートアップしています。この素晴らしい対決を前にして最終予想が始まっています。今回はこのソーラークラウンがどんなサプライズを届けてくれるのでしょうか。
大人気のドライバーたちが集うソーラークラウンから再び中継です。マイアミにワイルダーブラザーズ、スチュアート、全ドライバーが揃いました。さあ始まります。てよ、このハイエナ。空気読みなさいよ。どうやらマイアミがお手上げのようです。彼女もきっと悔しいでしょう。それにしてもなんと素晴らしい勝利なんでしょう。